アメコスです。第2回焼肉屋で焼肉以外、よいしょー。はい、では今回焼肉屋で焼肉以外ですね。僕ら今まで結構寿司屋で寿司以外とか牛丼屋で牛丼以外とかいろいろやってきたんですけど、前回の、焼肉屋で焼肉以外はね、ショーツが大変バズりまして、まあこすっていこうということで、今回は焼肉屋で焼肉以外をやっていきます。もうコンタンも言うんだ。コンタも数字が取れるっていう。はい、ここで問題です。今僕は焼肉って何回言ったでしょう。それは分かんないっすクイズだからそれは分かんないっすよとかない。そんなん無理っす。まあ知らなくて、うん、当てるの、当ててみて、ぜひ 見て皆さんをね、人の楽しみとしてね。まだ当ててください。それでまあいける。一律いける。人の楽しみとしてちょっと楽しみに見てください。あとお前の答え分かってないでしょ。分かんないけど楽しんでみてください。楽しいのね、巻き戻す人とかあいついるやん。ここ1位ってって。いや、今回なんですけど、まあ、何を食べるか、冷麺、唐揚げ、ゼリー、韓国海苔、ね、この4点でやっていきます。はい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 、はい。まあ、ここでね、まあ、残したらそれは炎上しますけど、残さないんで僕らは。そこだけちょっと勘違いしてないのでお願いします。僕らは、あくまで綺麗に注文して綺麗に食べるんでね、マックスの一番繁盛する時間帯には行ってないので、そこら辺でこう言ってください。はい、まあ、こんな感じでね、記載なくやってるんで、ぜひチャンネルよろしくお願いします。お願いします。過去のね、寿司屋で寿司以外とか肉屋だけに具合ね、概要欄に貼ってるんで、そちらの方も見てもらうんですね。それでは行きましょう。オーレッツァー到着ということでね、2回目の焼肉屋で焼肉以外ということで、まずこの焼肉キングからのね、お願いっていうのが、うん、来てるんですけど、大きいお肉を一口サイズにカットしてください、うん、肉使わないで大丈夫。トングは2種類使い分けてください。使わないんで大丈夫。これをまずしまいます。焼肉以外のメニューを出しちゃってる時点でその可能性も視野に入れないと。この部屋暑いか、ちょっと暑いか、ちょっと暑い。やっぱこれ、うん、この線か。これは普通に燃料の無駄だから、うん、完全にはじゃない。おもてなしが裏目に出てるよな。じゃあ早速注文ね。まず1個目、はい、唐揚げです。唐揚げです。はい、もう、ちなみに俺前回たこ焼きでやばかった。どうする、もう先に決めるか、それともうこれ注文しちゃうか。ここで決めちゃうとなんか後で俺の分だから多い少ないの失敗そうだから、まず頼んで決めよう。まず唐揚げね、3個入り。いや、これ10を確実に入れる。30個で30だって前回さ、全部たこ焼き60個あったじゃん。たこ焼き60だったら唐揚げ30はいけね。うわすぎる。え、まあじゃあとりあえず10分いきます。あ、1回で3枚。これも相当できてるな。これはまあ一応僕たち脂質制限ねしてて、結構体には気をつけてるから、揚げ物なんてもうずっと食べてる。唐揚げ、え、俺マジで半年くらい唐揚げ食ってない。いや、マジ食べてない。やばいよ、唐揚げ。ということで、脂質間違えて12個注文してきました。はい、12個。まあ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 、36個かな。間違えちゃったね。え、違う、12回やった。12回。どんな顔俺らは食べるから、そうか、それ。はい、次。はい。韓国海苔。ああ、これいけるじゃん。これめっちゃいいじゃん。これめっちゃいるだけいったのか。これもさ、うわ、マジで。一緒なわけないじゃん、比率が。どうも一緒、集中して入れちゃいます。これ時間制でさ、ここ完全に時間取られるわけにいかないからね。うまいなぁ。うまいよね、やり方が。うまいね。ここまでチェーンを発展してる理由なんだと思う。だから、じゃあ、バカったら生まないためのトイプだよ。はい、ということで、韓国よりは30個を注文しました。まあ、10枚だとしたら300枚か。まあ、そうね。まあ、どんぐらいのあれがいいよ。300枚胃の中張り付いたら死ぬよ。ノリが。まあそうだね。呼吸できなくなる可能性は、うん、まああります。溺れるんじゃない肉で。次が、一口冷麺。え、これもう一口って書いてあるね。このさ、わかんないけど、その3個しか注文できないって言ってさ、俺らの動画を見た人が変えた。あ、前こんなじゃなかったと思うじゃん。想定って大事だよな、やっぱ。何事にも。どんな客が来るかわかんない。想定外ってあるからね。残すのは確かになしだよね。まあ、残すのはね、容赦なく叩いてほしいですけど、これ炎上するからね、残したら、うん、残すのが一番悪いんだ。一番悪いから、ね、先に言っときますよ、これ残したらマジで炎上させてほしいから。はい、ということで、冷麺15個いきました。おー、多いね。まあ、一口冷麺って書いてあるから15口はまあ、容赦終わるっていう。15口ワンコそばでもさ、定時だって100いくのは当たり前みたいなのがあるから、ね、そう。まあ一応18にしました。はい、そんなじゃない気がする。次、フルーツゼリーなんですけど、なんか結構1回で6個注文できるんでね。うわー、軽いやつやな。多分前回俺何個だっけ、30ぐらいいったのか。20は絶対いったよね。36?
まあそんなもんじゃない。はい、ちょっと待って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 、レイメン、どうした、レイメンとやりすぎじゃない、どうした、うわ間違えた、これ普通に後継さんかなと思ったらこっちだから39個あった、え、10分前だよレイメン39やっちゃった、やっちゃったな、どういう経緯で、いやなんか次こっちの数だなと思って、あ、まだ足りないなと思ってやりまくってたから、まあ多分大丈夫だよ、じゃあレイメンは元歌で、あ、いや俺でもそういえば前回そうめんだったから変えないで、あれおー、俺なんか来たよ、これからね、おそらく違うか、ちょっとちょっと一応やるとこ、うん、パーティー、あーすごいんだ、これがえ、待って、めっちゃいいですよ、あ、業務用水これがカッターっぽいね、ドンキとかに置いてるえ、でもこれはだって楽勝じゃない、3枚入りですか、8枚だから、じゃあ本当にポケモンのパックみたいな感じみたいな、ちょっと決めますか、じゃあ、いや、もう決めるか、え、冷麺はどうする、これ冷麺とこれが同じ数ってどうする、これはまだまだいけると思うし、なんかなんなら合わせ合わせした方がいいけど、今回さ、ソーサみたいにたこ焼きこうやるのなし、パスはやっぱする側が楽になっちゃう、パスなしにしよう、じゃあ俺唐揚げがいいかな、いやこれ楽そうな気するな、え、俺はもう引くよ、全然俺これ見てるよ、いや、絶対楽勝、はい、やば、あ、じゃあ、ほんと行っちゃいます、え、どうぞ、前回あれ、前回じゃない、ココイチでさ、イカリング、あの量普通に食えたの、いや、なんか俺ら良かったわ、ちゃんと高校勉強してたもん、本当に、これだって義務教育内の勉強だよ、いけねって思っちゃうわ、なんで、じゃあ、どうぞ、じゃあ、どうする、バチリならバチリ、じゃあ俺全然いけねー、やっぱ色も近いし、色関係ない、色関係ない、じゃあ本当はここについてたの分かんないし、1個隆起してる部分の唐揚げでも分かんない、これはじゃあ唐揚げでも分かんない、この先にやるなって思ったベルゴみたいな感じで全然これ1個はじゃあ、じゃあ韓国海苔、お前パスなしだ、韓国海苔かゼリーなんだけど、俺意外と韓国海苔、あ、もう、うわ、ゼリーしたな、ゼリーの方が簡単だと思う、ゼリーはマジミス、俺ゼリーやだやだ、あ、やだゼリー、俺冷麺を知らん、あ、冷麺、じゃあ冷麺、韓国のゼリー、あ、おお、仲いい、お前冷麺だ、お、あ、いけるいけるいける、冷麺絶対持ちきてる、よし、立てよ、めっちゃ見てる、ガクセが一気に使えなくなったわ、え、しかも今日やば、意外褒めるとやばいな、あ、無理無理無理、1個に乗せるとか無理だった、無理だ無理だこれ、うわー、これ海苔開ける作業だけでいい、とってるもんだ、まあその最終的にはこれ個人戦って言ってるけど、最後団体戦になりますから、炎上するか、その個人戦のまま行くかだったら炎上しない道選ぶから、そうそうそう、俺たちはそこら辺頭いいんで変えてきました、やっぱアメコス炎上しないよね、どうする、本当に炎上しなくない、なんか沈没のやつに関してもネットニュースでなんかポジティブな捉え方されてました、なんかさヒーローみたいな感じ書いてあってさ、モデルプレスさついに撃退でなんか活動が動いたみたいな、つい社会問題に言及みたいな感じで書かれてた、あれ別に俺が悪いことだ、うん、多分おかしいじゃない、決して、普通に勝手に人のことさらしておく、確かに褒められて変な感じ、待て量多すぎるわ、量多いんだ、でもさ、キュウリさ、一皿2個だからさ、おいおい来ましたね、5皿分まあいけんじゃない、けんじゃない、ちょっとこれ3個でお腹いっぱいだわ、これ来ましたということで、あくまで食べれる量は頼んでおります、はい、いいですね、あくまでね、食べれなかった時は、はい、もう破竹の勢いで炎上させてください、はい、で、今回なんですけど、例外です、こちらをみんなで協力して食べます、はいはいはい、冷麺をね、ちょっと冷麺をやりすぎてしまって冷麺なのに炎上化する可能性がある、でも冷麺見えてないもんね、この場に見えてない量になってるから、ね、来てしまったということで、ね、みんなで協力しつつ、まあ、基本的には全部自分食べて、うん、使ったらちょっと食べるみたいな感じでやっていきます、今はたまきに喜べよ、いや完全にモトラのミスでこれチーム全体のミスっていう完璧だね、やっぱ36だったら36、20、20、これ60個ある、見ろ投げが見たら分かるだろ、いっぱい食べてるということでね、まあ、これいっぱい食べた方が偉いという偉いもん、ラストオーダーが残り10分ということで、はい、注文すぐないからね、はい、よろしくお願いします、それではいただきます、いただきます、待って、めちゃめちゃうまい、揚げ物なんて食ってないんですよ、本当にうまそうね、やっぱね、油はすごいけど、はい、これやばい、めっちゃうまい、
これやばいわ。これ麺が、俺たちが想像する冷麺の麺じゃないから。でも、中麺とくれ。そうめんっぽい。いい子完食。いいね。手に液体を飲まなくていいの。あ、やばいやばい。急にストイックになったのか。なるほどね。ちょっとごめんなさい。あの、冷麺挟みましたよ。お疲れ。お。あ、冷麺、冷麺。冷麺。じゃあ、手伝わせてください。え、なんか、吸ってんのか、これ。小麦粉の1個でわかるよ。ゆっくりさん、おはようございます。おはようございます。渋谷。これ、パパ最高はね。なにこれ。すごいっすよ、泥みたいですよ。ありえないですよ。なにこれ。泥みたいですよ。小麦粉が多分、そうそう、茹で切れてないよ。こっちだよ。こっちで、こっち水じゃないよね。ラーメン屋で働いてたから分かるけど、ラーメンで言うと、このさ、粉落としの感じだから。これ、普通の麺だったらいけないけど、俺の麺ちょっとやばいよ。なしよ。もうこれ、茹で切れてない。結構やってるよ。どうこれ、俺らが映りますよね。ね。こんな一気に注文したら、俺らが悪くしますよね。しますよ。嫌がらせじゃない？これ、いい、やってるやん。やってるかやってないかで言ったら、やってるやってるわ。完全にやってる。うわっ、そうだ。目合ってるわ。厨房で、女の人が、この顔え、そんなにこの顔すんだ。膨らんでる顔してるよ。これ、水吸ってるじゃないと思うんだよな。今完全に、団体競技になりました。みんなで頑張ろうな。みんなで頑張ろう。これもこれ、絶対だわ。俺、この麺って。マジで出た。夜の転職シンプルに味覚がいかれてるよね。逆張りすぎていろんなこの辺好きかもしれない。夜好きだったら逆張りなのか分かんないですけど、俺らがまずいって言ったのが2人来ないですよ。おいしいって言ってで、ここに来て初めて夜の転職がありがたいよ。俺らが食べきらないための嘘みたいになってるんですが、嘘みたいな話で言うと、この間僕のソータと脱毛行ったの。ああよくある毛脱毛で腕と足と背中とかやって、その中で全身靴もやるとか、股間周りをさやった時に切っちゃう人いるやん。まあ、しゃべり中だからあれだけど、みんなそのスタッフのお姉さんに、でもスーパーは沖縄市なんだけど、乳首を脱毛してる間に立ってたらしいよ。なんか聞いた話なんだよ。え、立ってます。聞いた話だとしたらマジでおかしい。それめっちゃ気持ち悪いし、これからも通いたいなって思ってるから、このタイミングで発信したら絶対ダメなんだよ。だしそのパンツも突然に行ったトイレのせいでちょっと濡れてた。そら勝ち。そら勝ち。そっちはガチな。そら勝ち。頻尿だから俺。やってる最中にさ、おしっこが漏れそうだったらどうしようと思って。俺、おしっこだけは絶対いろんな前に行くようにして、直前にね。そう、エアリズムの一番薄いやつ履いてて。それがこうパンツで先ちょっと染みてて。だから脱毛いいじゃん。まずね。当時全部毛っていらないと思うから。行かないの。よろずは行く必要があるの。あれだから。え、どこもないの？やりたい部位。今だって自分の毛生えてるところを考える。どこに生えてたっけな。俺もね、そんな濃くないらしいんだよ。俺めっちゃ濃いと思ってたの自分のこと。俺全然濃い。やっぱ新しい眉毛さん行ったらこんなん初めて見ましたって言われるし、脱毛さん行ったらこんなん初めて見たって言われるし、言われた。いや、相当濃いですよ。いや、操作の場合ってヒゲみたいのが生えてる。全身で。そう、全身チクチクしたさ、濃いやつ生えてる。乳首の周りに毛が生えてる。シェービングしなきゃいけないな。俺シェービングして行ったんだけど、それをこうやってもらったの。そのお姉さんにシェービングしてもらったんだけど、取れなくてね、乳首の周りの毛が硬くて、乳首プレイみたいになってずっと。お姉さんがずっと俺の乳首のとこだけ取って。じゃあ、俺もなんか、ずっとこうやってやられてた。悪くないなと思って。ちょっと悪くないなと思って。お前あれなんだ、毛根も強いけど断根も強いんだ。断根も強い。断根も強い。男性ホルモン系が全部強い。けど生えてないね。ごめんごめん。食い終わったなら食い終わったって言った方がいい。あ、やばい、噛んでるな。食い終わってる。最後は1個で、おーとかやった方がいいな。やめたなんで。まあね、まあ、いや、最後の1回は盛り上げた方がいいから、ちゃんとね。うん。ペンとかってさ、タイパンのやつ見たらさ、ポンってメイクぐらいには、いないよ。1は生きると思う。1は生きると思う。でも女の子は絶対嬉しくない。実数的に怪我なかった。いや、でも俺逆に気持ち悪いって全然聞くよ。あー、そっちか。まあめっちゃパイパン凍ってしてるけど、俺めっちゃ血に入ってますよ。しかも、はい、とんでもないに入ってます。めっちゃ入ってます。こんな感じだけど、今すごいパイパンをさ押してこうみたいな感じだったかもしれないですけど、めっちゃ入ってますよ。だって誇張らしい。髪の毛の同じぐらい入ってる。俺お前らがパイパンだったら嬉しいけど。
で俺ははっきり言うとお腹パンパンだったらめっちゃ気持ち悪いんですよ。ああ、ほら。確かに。めっちゃ気持ち悪いよ。そんなもんよ、これ。なんでいじけてんだよ。気持ち悪いよ、やっぱり。お前さ、ニキビもなければ、ハゲもないしさ、脱毛もないじゃん。あれって全部めっちゃ金かかるんだよ。いや、まあ、ソータはさ、ハンディキャップを持ってるだけだから。言い方やめね。考慮した言い方の方がきついよな。え、今どうなってるの？いや、上り結構少なくなってる。バッグ食ってないな。全然。はい？え、ここは多分、ケニー手伝ってもらってる。結構結構これあと俺さっき流されたけど5、6個は言ってるから俺3人は協力プレイしたの俺これ1個も食わないで終わったらお前全部一人食ったのお前だけやったら別にやってたのいけるの焼肉以外でやってるから焼肉以外を大量食ってみた感想とか言わないとあなたとかさ食べ終わってさはい終わりましたみたいな感じで座って俺のミッション食べるとこもあるだろこれ食ってみてどうでしたかとか肉が食べなかったのでそうなんかないのとかじゃあ、どっかこの人は食べる。お前に聞いてる。お前に聞いてる。もっと水が食いたかったのか、全然お腹にはたまんなかったです。いや、お腹にはたまんなかったね。お前たまんないんだ。そう。これ、何個別に8くらいかけてる。8食って、唐揚げも8食って。なんせ、冷麺が進まなすぎて、他が進む。結構この客やってきたけど、絶対俺らが迷惑なの。絶対俺らが迷惑なんだけど、店側はすごくクオリティの高いものを提供してくれました。あんな50個とか頼んでも全部同じ味、同じ美味しさで出てきたのに、初めてこれなんか。別に残してもさ、追加料金払うだけでしょ。ほら、金バーンって置いて帰るけど。やめよ、やめこれ2万とかだと2万こうやって置いて残すからよ。一回聞きたいけど。やりましたかって。前回の焼肉キングは違かったから、うん、今回はやりましたか何とは言わないですけど、やりましたかまとめてやったからさ、時間間違えたりしたいでまとめてやったからシンプルにそのさ、多分2玉に入れたわけでしょ普通1個で茹でてくださいみたいなところを多分5玉ぐらいバッて入れて茹でたからで、なんか分子が1回とかにしてやったらまあ無理だったってことやな、ね、冷麺その一気にしてくるのはなんか熱い。熱い。マジ？美味しい。これあげるわ。それさ、キムチのキムチ考えたことあるの？え？キムチのキムチ考えたことあるの？負けて？それキムチのキムチ考えたことあるの？キムチって言ってる。嬉しそうなんだ。ああ、よかったね。なんで俺が今気持ちいいとこ見ついたんだね。あと考えてほしい。これで帰ったらめっちゃバカったっぽくなってる。なる。中身残ってないよねこれやっぱ傘がない待って、これ危なかったでしょだから分かった悩んだどうすんのお前すんの俺らがさ緊張したらふざけんなよこれもう珍しく腹切りするよ何で珍しくとかじゃない一回しかしない見たことない今珍しいっすよ腹切りを全然やるよ俺ら炎上だけはしたくないんだからふざけんな俺炎上したらマジよめっちゃ泣くよ俺メンタルがいいんだ帰るかなこれ今危ないデニー、残すな、マジでやばいお前、どうしたんやばいだってさ、それ1個、こう言うてんねん今日、怖いって一番最初に起きたよ、お前に関してその最初からこれ言ってれば食えじゃんしかも、頼んだ情報でいや、だって俺は別に頼んでって言われたら頼むだけお前食わなかったら、こっちラオス爆発させよ、本当にえ、冗談じゃないよラオス誰がいたいや、ラオスは何でいないよこの時代だって、まだ発展してないじゃあ、いいよ、いいじゃあもう爆発でもいいなっちゃうさいいわけないやんいいわけないあーやばい俺ねこれだけダメなんだよな正直普通の冷麺だったら全然いけたお前量で話してるの俺今からご飯2杯でもいける俺質がダメなのこれちょっと待って絶対上がってんもんえあやばい今何演技いや完食なんだけど言ってなくて演技今演技どっち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 終わりました食い終わりましたお前さ、どうですかって待って、20個ぐらい食ってますこれプラス6個食べてるから10個ぐらい食べてる20個ぐらい食べたの食べてもらってるやめてくれ俺が食っても食べてもらってるね多分10個ぐらい20食って、20食ってもらってる半分ぐらい36ぐらいあれ俺だけだってまた始まった？唐揚げ？唐揚げじゃん、唐揚げじゃん。これ今、ちょうどまだ切るの。これはまだ俺ある。じゃあ先ほどこれ買ってったけど。いや、俺、量はいけるから。しょうがもっと。じゃあ早く行ってくれ。いや、俺、これやばい。これはね、本当にまずいんだよな。量いけんだ
ね、今日は行けるかしら。いやどうすんの、俺もう何回もこうやって持っては下ろして持っては下ろしてやってるから、ヒルナンデスのインサートの人に出なくてこうやって引っ張らないくんだけど下ろすから、何回もやってるこのテレビスタッフみたいなところは、あっち向いてほしい。じゃあ、時計回りであっち向いてほしい。あっち向いてほしい。全然ね、見やすくなってるから、あっち向いてほい。あっち向いてほい。あっち向いてほい。負けたんだ、お前。完全に負けた。まださ、トータがこう出すならわかるけど、お前から出すから。ただ完全に負けた。変な感じになって。負け犬。うわ、負け。なんだよ、もう。いや、ぶち切れる。決まりじゃねえかも。なんだって。お前、これ。うわ。うわ。お前。いいわけです。ね。飛び込めないよ。キープ出してるじゃん。おー、どうした？え？いや、大丈夫大丈夫。え？待って、最後。また？すいません、最後の一口いただきます。むかつくー。めっちゃ頑張ってるっすよ。じゃあ、最後一枚いただきます。よろしくお願いします。最後、キムチいただきます。